市川元町駅は、山梨県西八代郡、市川三里町市川大門にある、東海旅客鉄道見延線の駅である。特急、藤川号は東駅を通過し次の市川大門駅に停車するが、特急に格上げされる前の準急急行、藤川は、市川大門駅に停車せず、この市川元町駅に停車していた。それは、市川元町駅周辺に、役場、 商店街、住宅地、高校があり、こちらの方が利用者数が多かったからである。準急急行富士川が停車していた当時は、駅近くにある県立市川高等学校の生徒が、帰宅に、数多く利用していた。市川大門駅は、島式一面二線の構造を持ち、さらに大門麒林公園に合わせた駅舎が完成したので、特急への格上げ後は、 市川大門駅が停車駅となった。そのため、四川元町駅に特急は止まらないことになった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路は東西に走っておりホームは線路の北側にある南甲府駅管理の無人駅。無人化は JR 加護のことであった。1950年2月改築の駅舎は2006年頃に解体され、 簡易駅舎が新築された。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。市川の市街地にある駅で市川大門駅よりも各公共機関などへは近い。市川三里町役場は北へ400メートルほどの距離である。ありがとうございます。